今回は城南島海浜公園第1キャンプ場に来ています。ここまでは城南島海浜公園第1キャンプ場にやってきて、火起こししてキャンプ飯を作ったり海で遊んだりしました。今回は城南島海浜公園第1キャンプ場シリーズラスト、夜のキャンプを楽しみます。今回は関西風お好み焼きを作るよ。チーズ玉と海鮮玉作る。まずはチーズ玉から作ります。中華料理屋みたいな。ちょっと強すぎた。火力がちょっと中華。炎の料理人になる。チーズの世界。おいいね。うん。マジで楽しみ。いいね。中に入れ込むと形が綺麗くなる。なるほど、丸くなるってことですね。ハンバーグみたいに見えるの、私だけですか。めっちゃハンバーグみたいな見た目してんだけど。形綺麗じゃん。いいっすね。逆光で綺麗。綺麗。すごい炎がいい感じになってる。いい。あ、いい感じ。ホットケーキみたいな。めっちゃ形綺麗じゃない。わあ。わあ。で、もう一個あるのが、ここからこれで。ああ。うちのお母さんがよくやってる。はい。で、買ってほしい。次は海鮮玉を作ります。これいいじゃない。これいいじゃん。美味しそう。
らあんま広げない方がいい。それぐらいある程度厚みがあった方がふわふわできるから、だから空気が入った方がいい、はい、お好み焼き奉行やから、ね、横ね、横そうなのよ、こうやると形がよくいいやつができる。で大事なのはこう1回目ひっくり返した後に中に入れ込むっていうのが、ね、大事なの。めっちゃいいやん。チーズ。勢いが大丈夫。大丈夫。いける。うまい。で入れ込む。こう中に入れる。あ、そうそう。あ、そうそう、これ綺麗くなるか。熱い。あ、ほら綺麗になった。いいな、これ。あ、ダメ、これ押さえたら空気に入れる。ふわふわにならないと。そうですよ。お、いいじゃん。なんかビビってる薄さや。ビビってねっす。手ね。あ、使い切れ。使い切れた。いいじゃん、いいじゃん。ちょっと次マヨネーズもはみ出るぐらい。これは使い切れないな。でこれもはみ出るぐらい。へー、そうやるとかっこよくなる。下手くそ。下手くそ。え、でもうまいね。うまいな、上手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 。細いけどうまい。オッケーオッケー。いいねいいね。で角で角で。角で？角で。あ、そっか。角で縦にシューっていうのを3本引いて。真ん中と。真ん中と。どういうこと？じゃあちょっとこんな感じでなるから、そう。こんな感じ。でこれに鰹節をかけてください。おお、いいじゃん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 。オッケー。いいね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 。完成ですか？完成。食おう。食おうみんな。美味しいです。あ、すごい綺麗。月？月やんな。太陽？月やんね。月やんね。太陽？月やんな。めっちゃ綺麗なんやけど。でかでか、綺麗な。おー、すごい。綺麗でしょ。いいね。次は椎茸のバター焼きを作ります。バターなんか何本あってもいい。めっちゃいいやん。かしこ。めっちゃいいやん。食べればいいから、そんなの食べる。うわ、それ、あ、すごいやん。おしゃれ。鍋に入ってるし。もやしでしょ。え、めっちゃいいやん。これお母さんから教えた。いやいやいや、バターがこう。待って、椎茸が滑るんだけど。時間。かけすぎた。やばすぎこれ。かけすぎ。でもこれそんな味濃くないから。だしスパイスなこれ。ちょっと塩味もある感じ。塩なかった。ごめん。塩かった。